日が暮れるまでまだ結構時間あるわよね。暇だし、また魔物調教のバイトにでも行こうかしら。でもこの前モンスターレースの会場を半壊させちゃったから気まずいのよね。けど元はといえばあいつのせいよ。あいつが私の束縛を解いちゃうから。で、私がミスっただけなんだけどさ。私も考え事してたし、許してあげるわよ。って、愛も変わらずボケーっとしちゃって、この前のことなんて何も覚えてないみたいな顔してるわね。ん？ねえ、背中に何かくっついてるわよ。髪切れかしら。風にあおられて張り付いてたみたい。取ってあげる。何かしらこれ。宝くじの剣？あんたって本当にバカね。そんなわけないでしょ。ハズレに決まってるでしょうが。でなきゃこんな風に捨てられてるわけないじゃない。普通に考えて。あ、ちょっとくじを持ってどこに行くのよ。掲示板を見て確かめてくる。何よもう、そんなめんどくさいことしなくてもいいのに。さすがお客様、お目が高い。どうぞごゆっくりご覧くださいませ。ごめんなさい、私たちあんまり時間がないの。用事を済ませて戻ったらあそこの棚に置いてある服全部もらうわ。キープしておいてね。え？かしこまりました。ありがとうございます。お戻りをお待ちしております。程度の服の値段なんて今の私たちにははした金よね。こっちにあるのは貴族御用達のレストランね。美味しそうないい匂いがしてる。やっぱり魔物料理とは違うわよね。マナーとか堅苦しくて面倒だけど、こういう店での食事を覚えていくのも楽しいかもしれないわね。味はお墨付きなわけだし。あとはそうだわ、私家が欲しい。生活の基礎は衣食住って言うし、どの辺りに住もうかな。やっぱり王宮の近くがいいわよね。朝早く起きるのめんどくさいもん。でも豪邸を買って一人で住むってのもつまんないわね。そうだわ、ペコリーヌとコロスケと、あとあんたにも部屋を貸してあげる。みんな一人部屋よ。嬉しいでしょ。食堂に有名シェフを呼んでペコリーヌがお腹いっぱいになるまでごちそうしてあげてもいいわ。たまにはみんなで作って食べてもいいかもね。で
みんなでワイワイやってバカみたいに笑って、それだけの一日ってくだらないけど、そういうのいいわよね。まあ家主は私だから、私の言うことは絶対だけどね。魔物料理なんて作らせないし、持ち込みも厳禁よ。よし、そうと決まればとっとと監禁して今日中に家買ってパーティーしちゃいましょう。申し訳ございません、この宝くじは偽造品でして、当選は無効となります。こちらのくじは犯罪集団による偽くじが横行した影響で取引中止となっておりまして、こちら謝罪金の1000ルピでございます。お受け取りください。1000ルピ、1000ルピって、もー10億ルピの何分の1になってんのよ。不幸だわ。何やってんだろう私って。ばこんなことならバイトに行けばよかったわ。え、気づかなくてごめん。別にあんたが謝ることじゃないわよ。私も舞い上がっちゃってたしさ。まあいっか、ちょっと楽しかったし、私にもこういう幸せを手に入れられる可能性があるって思えただけでも楽しかったっていうかさ。ごめん、何言ってるかわけわかんないわよね。私にもいろいろあんのよ。そもそも私の願いはお金で買えるものじゃないし。私今思ってなかった、陛下と住みたいって。どうして。ぼーっとしちゃった。お金欲しかったなって思っただけよ。よし決めたわ、この1000ルピで買い食いしましょうよ。こうなりゃやけ食いよ。偶然よ、偶然に決まってるわ。私が一番に求めているのは陛下なんだから。